レオパードは一見したところ捕獲しやすい獲物を見つけるが、標的の選択でミスを犯した。イノシシたちは子供を守るためにとてもずる賢い手に出たのだ。四方に分散してそれぞれの方向からレオパードに襲いかかり、レオパードが得意な反射神経を生かす隙を与えなかったのだ。おそらくこのレオパードはこの教訓を長く忘れることはないだろう。ライオンのプライドとキリン。彼らの食欲はまさに王者にふさわしいものだ。なぜ現実では4メートルの上等な肉があるにもかかわらず、ひ弱な牛を狙わなければならないのだろうか。いや、ライオンたちはそう思われたくなくてキリンに挑戦したのか。しかしその結果、彼らを待つのは絶望だった。全プライドをかけて挑んでもキリンに大したダメージを与えることはできない。子供を軽くあしらうように反撃している。見たところ全く怖がりもせず、ほんの少し驚くだけの動物なのだ。別のビデオのようにキリンの蹄が当たらなかっただけで、ライオンたちは十分ついていたと言える。そうでなければ事の顛末はこんなに愉快なものではなかっただろう。こちらがついていなかったライオンのビデオ。長い足と強いジャンプのキリンにライオンは襲いかかれないだけでなく、ダメージを食らっている。よく見て想像してほしい。キリンのパワフルな蹄でサバンナの大地に踏みつけられたライオンがどうなったことかを。怒るお牛と馬。2012年、スペインのセビリアという町の伝統的な闘牛で恐ろしい出来事が起こった。怒り狂ったお牛が馬に襲いかかり、押し倒して角で刺し殺すところだった。観客はただ事の成り行きを見守ることしかできなかった。馬に乗っていた闘牛士は奇跡的に自分の馬に押し潰されずに済んだので、なんとか怒り狂った動物たちに踏み潰されることを免れた。ゾウとバイソン。ゾウはフレンドリーで平和を愛する物静かな生き物だ。しかしどうやらこの地球上の全生物が時として正気を失うことがあるようだ。もしこれがゾウに起こったら、おそらくこの陸上にはゾウより恐ろしく破壊的なものは存在しないだろう。なぜゾウは怒り出したのか。ゾウにとっては全く害のなさげな子牛のようなバイソンがどのようにゾウを挑発したのかは不明だ。バイソンははじめ怒ったゾウから逃げ出そうとしたのだが、全くその隙がなかった。何と思われるゾウが目いっぱい体当たりして、さらに上空へと持ち上げた。全く身動きの取れない気の毒なバイソンにさえ容赦しない。かろうじて生きているだけのバイソンの最後の息の根を止めるまでさらに攻撃を続けた。オコジョとカモメ。オコジョは小さくて可愛い小動物だと思われている。いや、その通りだ。でもこのストーリーでご覧になる怪我をしたカモメだけは、おそらく生涯その考えは捨ててしまうだろう。肉食鳥のカモメは自分がオコジョの餌食になるとは思っていなかった。特に水中にいる間は、狡猾なオコジョはカモメに近寄り溺れさせようとする。カモメはオコジョを追い払い、突き返して反撃に成功するが、怪我のせいで飛び立つことはできない。よって自分の命を守るために戦うしかないのだ。オコジョは諦めずにカモメを何とか捕まえようとする。しかし長きにわたる必死の戦いの末、ついに降参した。ムカデとタランチュラ。生き物の世界には気持ち悪いものもたくさん存在する。ムカデはその類の代表だ。約30センチもあるムカデはまさにホラームービーから出てきたようだ。
ムカデが自分の縄張りをパトロールしているとき、まさか自分は襲われるとも思っていないタランチュラを見つけた。ムカデは雷のごとく素早い攻撃を仕掛ける。何も考える隙のなかったタランチュラはもう恐ろしいムカデの腕の中だ。もはやタランチュラを待つのは長く苦痛に満ちた死のみである。ブラックマンバとマングース。皆さんご存知の通り、ブラックマンバはとても強力な毒を持つ蛇だ。一噛みすれば人間を数時間で殺すことができる。しかしマングースにとってブラックマンバは美味しい食事に他ならないことが明らかになってしまった。ブラックマンバの脅威、猛毒と死のリスクは勇敢なマングースの障害ではない。見事に蛇の一撃をかわし、背骨を折るために素早く頭を捉えて揺らし始める。この後何事もなかったかのようにブラックマンバの頭にかじりつくのだ。リスとヘビ。おそらくこのリストの中にリスが出てくるとは誰も想像がつかなかっただろう。一体全体どうしてこのリスは静かにクルミをかじる代わりにヘビを襲うことにしたのだろうか。最初はヘビが正気でないリスから隠れようとした。しかし結果として必要な戦いに参加する羽目になった。ヘビに数回噛みつかれた後、リスは降参するかに見えたが、唐突な反撃に出た。リスはヘビの頭に噛みつきさえした。しかもこれで終わりではなかった。血に飢えたリスはヘビの体中に噛みつき、傷だらけにした。ヘビはなんとか死を逃れ、逃げることができた。コヨーテとオオカミの群れ。常識の範疇を超えた出来事の原因は飢えであることが多い。他者の獲物が欲しくてたまらないコヨーテは死んだ動物を見るや無料の肉をごちそうになることに決めた。だが何口もかじらないうちに簡単に獲物を奪われるわけにはいかないオオカミの群れがコヨーテに襲いかかり始める。オオカミたちはコヨーテを待っていたかのようだ。彼らの獰猛な目を見ていただきたい。オオカミはものすごい速さでコヨーテを捕らえ容赦なく片付けてしまう。コヨーテに生き残るチャンスはみじんもなかった。牛と羊。両者のいさかいの原因は何か、それはわからない。牛が我が子を守るためか、あるいは単に羊に角の強さを見せびらかしたくなったのかもしれない。しかし牛は力試しには強すぎる相手を選んでしまったようだ。そしてもちろんノックアウトも時間の問題だった。羊はこの強烈な衝突の後静かに立ち上がった。牛が生きているかはわからないが、音を聞く限り牛の頭蓋骨は割れてしまったようだ。ジャガーとワニ。このショッキングなビデオではジャガーが思いがけずワニの真ん前に現れる。ワニを倒すためジャガーは脇腹に噛みつく。ワニに致命的外傷を食らわせた後、肉食獣ジャガーは勝ち誇って獲物を加えていくのだ。サメとタコ。このビデオではサメが静かに泳いでいる。サンゴ礁に隠れていたタコに遭遇するまでは、タコとの宿命の衝突はサメにとって命取りになってしまった。タコは上昇し触手でサメの体を捕らえ、サメに逃げる隙を与えない。タコの勝利。とはいえこれを両者の戦いと呼ぶことは難しいのだが、食物連鎖ではタコはサメよりずっと下に位置している。ウサギとヘビ。このビデオでは
ヘビが再び可愛いふわふわの動物にやられてしまう。ヘビが何かを捕まえて美味しい食事を始めようとしていたが、そうはいかなかった。突然どこからか怒り狂った動物が現れた。よくご覧あれ、まさに殺傷マシーンだ。ヘビはいい思いをできず逃げ出そうとした。しかしウサギの中にはすでに捕獲本能が目覚めていた。血を欲している。ヘビは噛みつこうとするが、ウサギの毛皮は鎧のようでヘビの攻撃は意味をなさない。恥にまみれてヘビは戦場を後にした。ライオンとバッファロー。最後は感動的救済シーンで締めくくりたい。ご覧の通り、ライオンがバッファローを殺そうとしており、まさに思い通りに行きそうだ。負けたバッファローは崩れ落ち、どうやら抵抗する力もないらしい。しかしこの瞬間、気の毒なバッファローのもとへブレイブバッファロー、クランの忠実な兄弟が助けに参上したのだ。バッファローにはもう希望がなく、ライオンが自らの勝利を確信し危機としていた瞬間にそれは起こった。こういうことが皆さんにも苦しい時に起こることを願いたい。